しょうか。なるほど。あの百式レアリエンにはユーティック機関創設者が残した膨大な研究データが記録されていると。そう、人類の存亡に関わるほどのね。創設者との関係は？ユーティック機関の創設者はあの子、百式観測機の提唱者でもあるの。ヨアキム・ミズラヒ、科学に端的して人の道を外れた狂人よ。何か言いたそうね。そう、察しの通り彼は私の元夫よ。虐殺者と結婚した女の人生を知りたい？いいえ。とにかく連中もそのデータの確保に躍起になっているのは確かなの。時間もさほど残されていないでしょうね。了解しました。明6000時にここを立ちます。お願いするわ。一つ確認したいことがあります。何かしら？確保後の送致先についてですが、あのレアリエンは戸籍上はあなたのご息女となっている。なぜここではなくミルチア太陽系圏なのですか？現在ある計画がミルチア・ミクタム中域を中心に進んでいます。人類にとって大切な、今はそのためとしか言えないわ。それにその方が私もあの子に会わなくて済むしね。ユリ・ミズラヒか。奇妙な女だ。おかしい。ビークからの定時連絡がない。少し見てくる。お前らはこっから離れんな。はっ。何かあったんですか？うるさい。いいから座ってろ。どうやらあそこのようだな。どなたですか？接触症委員会の依頼で救助に来た。接触症委員会？ママが？離れていろ。今から扉をこじ開ける。一応確認する。百式観測機プロトタイプ、間違いないか？その名前嫌いです。別の名があるのか？話は後だ。脱出するぞ。ママ、パパはママって呼びます。いえ、呼んでました。そうか。行くぞ、モモ。はい。いないぞ。どこ行った？あなたは軍用の強化レアリエン？元人間だ。元人間？サイボーグ。前世紀の遺物だ。軽い気持ちでドナー登録をしたら死後に再生された。あのお名前まだ聞いてません。ジグラット・エイトだ。ジグラット・エイト？本物の人間なのにそれじゃあ機械の型番みたいです。そうだ、ジギーって呼んでもいいですか？ジグラットを縮めてジギーイ。あっ
いや、できれば本物にしたかったんだが、その手が出なくてな。そんなことないよ、すっごく可愛いよ。ねえ、この子名前はもう決めたの？ネクサス6。それこの子の型番でしょ。それじゃ本当のロボットみたいだよ。そうか。そうだ、ネックス、ネクサス6を縮めてネックス。どうパパ？いい名前だな。本当？よし、ネックス行くよ。おいで、こっちだよ。子犬みたいで嫌ですか？いや、好きにしてくれていい。じゃあ、ジギーで決まりですね。これでだいぶ人間らしいです。どうやら言ったようだな。バーグリッシュ、侵入者の狙いは百式です。そうか、大方政府の犬だろう。侵入者は D ブロック近辺でセンサーから消えました。現在各隊が全域を照会中です。 D ブロックを包囲しろ。前後から攻撃するのだ。了解しました。そのボディのおかげでここまで来れたというわけか。それにしても不甲斐ない。たかがサイボーグ一体制圧できんとはな。ジギ、この人。ああ、分かっている。久しぶりにいい運動ができそうだ。こいつも喜んでいる。どうした？そこまでか。遅かった。